大型アップデートで追加された希少種モンスターたちは軒並み強力だが、その素材で作る装備も超強力な内容だったんだ。今回はリオレイや希少種防具、ゴールドルナシリーズの驚きの性能を紹介するぜ。いよいよこの装備が来たか。びっくりした。急に何？マリサがそこまで喜ぶなんて、一体何の装備が追加されたの？リオレイや希少種の素材で作る装備、ゴールドルナシリーズだぜ。ゴールドルナ、聞いたことはあるわ。モンハンシリーズおなじみの装備の一つだからな。私にはその喜びがいまいちわからないんだけど、ゴールドルナって強いの？もちろん強いぜ。防御力はもちろんだが、新スキルが強力でな。あら、そうなの？それなら、何がどう強いのか、ぜひ聞かせてもらいたいわね。強いと聞いた途端に食いつくあたり、霊夢は厳禁だな。だがいいだろう、今回はゴールドルナ装備の性能と新スキルについて解説するぜ。強くなりたい人は、ぜひ参考にしてくれ。目標が一つ増えるわ。さて、モンハンシリーズの伝統の一つとなっているゴールドルナ装備、通称ゴルルナ装備だが、今回は新スキルがついているんだ。どんなスキルなの？状態異常確定蓄積と、剣魚盤石だぜ。状態異常確定蓄積は攻撃特化、剣魚盤石は防御特化の性能となっている。同じシリーズについてるスキルなのに、方向性が無楽なのね。だから、一式装備にすると、攻撃と防御を兼ね備えた万能タイプのような性能になるぜ。悪い言い方をしてしまうと、器用貧乏とも言えるな。あら、それだと使いにくいんじゃない？だが幸いなことに、ゴルルナ装備のスキルは、パーツごとに攻撃特化方向と防御特化方向に分類されているんだ。頭と腰は攻撃特化の状態異常確定蓄積、胴と足は防御特化の剣魚盤石といった具合にな。あら、腕装備にはどっちのスキルもついていないの？腕装備には超会心、フルチャージ、連撃と無駄のないスキルがついている上に、装飾品スロットも4、2、1と、超優秀な万能装備になっているぜ。それは魅力的だわ。腕装備は、ガンナーにとっては特に使いやすい性能かもしれないな。なるほど。じゃあ、一式よりもキメラで使う感じになるのかしら？メインの使い方としては、そうなるだろうな。なるほどね。そうなると、ますます新スキルの内容が気になってくるんだけど。じゃあ、次はゴルルナ装備についている新スキルの詳細について解説していくぞ。お願いね。まず、防御特化の新スキル、剣魚盤石について説明していこうか。私に足りないものを補ってくれそうなスキルだわ。どんな効果なのかしら？剣魚盤石は、モンスターが怒り状態になると発動し、方向、風圧、振動を無効化または軽減してくれる効果があるぜ。一言で言えば、防御盤挑戦者って感じだな。トライ G や4シリーズに登場した、混合体に近い効果になっているぜ。怒り時に発動するっていうのが珍しいわね。最大でレベル5まであって、防げるものが増えたり、防御力アップ効果がついたりする。モンスターに吠えられたり、飛んでるところの近くにいたりしても、ひるまなくなるのね。最大のレベル5までつけると、強方向や有風圧も無効化できるようになるぜ。特に強方向は、耳栓でも軽減までしかできなくてな。剣魚盤石の効果は、唯一無二ってことね。スキルの中では、唯一無二だぜ。総中根のエキス効果の中に、強方向も含む全ての方向無効化というものがあるからな。でも、優秀なことに変わりはないわ。だな。一応、レベル2から防御力アップもつき、レベル5で防御力プラス30の効果があるが、こっちはおまけ程度に考えていいだろう。怒り状態で攻撃されたら、何にしても回復しないとダメだもんね。剣魚盤石の発動に必要な同装備と足装備には、それぞれ精霊のカゴと回復量アップもついているから、生存率はかなり上がるだろうな。副産物も魅力的ね。剣魚盤石、大人気スキルになるんじゃない？確かに強力だが、現環境で大活躍する内容とは、ちょっと言えないな。そうなの？すごく強力そうに思えるけど、そうなんだが、発動条件がモンスターの怒り時のみというのがネックだ。そっか、モンスターがこっちを見つけた時の方向は防げないのね。そうだな。さらに言うと、今の環境のモンハンでは、風圧や振動に苦しめられる状況がそこまで多くないんだ。昔は、風圧や振動で動きを封じられてから追撃を受けることも珍しくなかったんだけどな。確かに、過去作をやった時は、風圧と振動の厄介さにびっくりしたわ。方向も、今となっては上級者にとってはカウンターのチャンスになっているしな。上手い人は、最初の方向からカウンター決めてモンスターボコボコにしてるもんね。スキルで無効化していても方向自体のヒット判定はあるから、剣魚盤石を保険としてつけておくのもありだぜ。まあ、コスパは良くないけどな。成功させれば問題ないところに、スキルの枠を使うのはもったいないもんね。私は念のためにつけたいけど、それもありだと思うぜ。そういう理由もあって、剣魚盤石目的でゴルルナ装備を揃えることは少ないだろうな。せっかくの新スキルなのに、残念だわ。だが、剣魚盤石の驚くべきポイントは効果よりも、使
けやすさにあるんだ。リオレイや希少種防具のスキルなのにつけやすいの？なんと、装飾品があるんだぜ。しかも、スロイチの装飾品なんだ。え、そんなに手軽につけられるの？スロイチなら、余ったスロットにつけられるじゃない。スロイチ装飾品がある便利なスキルもたくさんあるから、競争率は高くなるが、剣女盤石も、その選択肢の一つにはなると思うぜ。覚えておくわ。軽減されるだけでも、だいぶ快適になりそうだし。さて、次に紹介する新スキルは、状態異常確定蓄積だ。結論から言ってしまうと、ゴルルナ装備の本命スキルはむしろこっちだな。条件と時間の制限はあるが、状態異常蓄積が確定で発生するという凄まじいスキルだぜ。文字通りの効果ね。というか、状態異常確定蓄積って、当たり前の話じゃないの？なんでそんなのがスキルになっているのよ。じゃあ、まずは状態異常蓄積の前提知識から話そうか。霊夢は、毒、麻痺、睡眠、爆破などの状態異常武器で攻撃した時に、状態異常蓄積が発生する確率を知っているか？え、100% じゃないの？違うぜ。状態異常武器で攻撃した際に状態異常蓄積が発生する確率は、だいたい3分の1なんだ。各状態異常のエフェクトが出た時が、蓄積発生の合図になっているぜ。そういえば、出る時と出ない時があったかも。この仕様は、初期シリーズから今に至るまで、ずっとそうなんだぜ。ここまで聞くと、状態異常確定蓄積の凄まじさが分かってくると思う。発動に条件はあるものの、発動中は3分の1が確定になるわけだからな。それ、状態異常蓄積値が3倍になるのと同じ意味ってことよね。まあ、その解釈でも間違いじゃないな。とんでもないスキルだってことは、よく分かったわ。これ、シリーズ全てを振り返っても、かなり革命的なスキルなんじゃないの？一応、フロンティアには状態異常値を下げる代わりに 100% 蓄積が発生する、劇物取扱い回伝というスキルがあったぜ。だが、今回の状態異常確定蓄積には状態異常値が下がるデメリットもないんだ。反則じゃない？発動条件が厳しくないと、ぶっ壊れになっちゃう気がするんだけど。効果が強力な分、発動条件はシビアになっていて、森林磨きと同じで、敵の攻撃をフレーム回避しないと発動しないぜ。効果時間もレベル1ではわずか5秒、レベル3でも12秒となっている。それなら納得。かしら？ちなみに、回避行動の無敵時間と敵の攻撃が少しでも重なれば発動するから、結果として被弾しても発動する時があるぜ。まあ、被弾後の回復で効果時間のほとんどを消費するから、あまり意味はないけどな。被弾したけど発動したからって欲張る。なんてことになったら、本末転倒だもんね。その通りだぜ。一応、かけり虫受け身にも無敵時間があって、そこで回避しても発動するぜ。被弾後の受け身をモンスターの攻撃に合わせることで、体勢を立て直すのと同時に、スキルが発動した万全の状態になれるんだ。体力以外はな。それこそ本末転倒じゃない。効果だけ聞いたらとんでもないスキルに思えたけど、使いこなすには技術がいるのね。だが、限られた時間ではあるものの、状態異常値が確定で溜まるという効果は、やはり強力と言わざるを得ないな。3倍という数字は、これまで登場した、モンハンのどんなスキルでも実現できていない。状態異常使いにとって、戦法が根底から変わるレベルの革命的スキルなのは間違いないぜ。効果時間が短いのも、強力すぎる効果を考えれば納得ね。ちなみに、ボウガンの状態異常弾や、弓の状態異常瓶では効果が発生しないから注意だ。あら、どうして？弾や瓶は、数に限りがある代わりに、もともと確定で状態異常が蓄積されるんだ。なるほど、それじゃ意味がないわね。ただし、爆破弓の爆破属性は近接武器の状態異常と同じ仕様だから、これだけは状態異常確定蓄積の効果対象になる。限定的ではあるが、トライGのパチンコ爆破みたいな状況を作れるぜ。まあ、あそこまで圧倒的ではないけどな。話を聞いてたら、状態異常確定蓄積を使いたくなってきたわ。どの状態異常で使うのがおすすめなの？まず、すべての状態異常の前提として、手数の多い武器種がおすすめだ。片手剣とかね。その上で、ソロで最もおすすめなのは、やはり毒だな。毒は唯一、効果発動中にも蓄積値が溜まる状態異常で、毒が溶けたらまた毒にするという、毒付け戦法が可能なんだが、状態異常確定蓄積があれば、さらに毒にしやすくなる。ダメージも1秒あたり30ダメージと、3ブレイクでかなり大きくなってるのよね。さらに言うと、ゴルルナ装備の毒との相性は、もはや狙ってるとしか思えないレベルでな。なんと、状態異常確定蓄積が発動する頭と腰装備には、セットで構成もついてくるんだぜ。構成、どんなスキルだったっけ？状態異常中の敵に対して発動する攻撃スキルだぜ。強化内容も強力だし、毒は効果時間も長いから、特に相性がいいんだ。毒武器のためにあるようなスキルだわ。
さらに、大名槌の霞川の恩恵レベル3があれば、毒の効果時間を倍にできるんだ。だから、おすすめ装備構成例は、ゴルルの頭腰、名槌腕足だぜ。同装備はある程度自由が利くが、構成を最大まで伸ばすならエスピナス装備がおすすめだ。この組み合わせだけで、状態異常確定蓄積レベル3、構成レベル3、霞川の恩恵レベル3と、毒武器を生かすためのスキルが揃うんだぜ。聞いただけで強力なのがわかるわ。おまけに、状態異常確定蓄積の発動が簡単になる、回避性能もレベル4まで発動する。あとは、5石と装飾品を好みでつけるだけでいい。正直、この組み合わせで使ってくれという、開発の熱いメッセージとしか思えないぜ。確かに、完全に狙ってるとしか思えないレベルで噛み合ってるわね。毒で使うのが強力なのは分かったけど、他の状態異常はどうなの？状態異常確定蓄積は麻痺武器との相性もいいぜ。スタンが取れる武器種の麻痺武器と組み合わせるのも強力だ。麻痺とスタンでモンスターをタコ殴りできそうね。その通りで、フレーム回避でスキルを発動させて麻痺にして、麻痺している間にスタンを蓄積して、スタンしている時に麻痺の蓄積をするという、ローテーションが可能になるからな。毒武器はソロではピカイチだが、マルチなら麻痺に軍配が上がるだろうぜ。あら、マルチだと麻痺が強くなるの？マルチだとモンスターの耐性が人数分上がるから状態異常になりにくいんだが、このスキルを活用すれば、普通に活躍できるようになるぜ。なるほど。それに、人数が多いと拘束したモンスターへたっぷりとダメージを与えられるしな。みんなで殴れる分、強力さも等しおね。じゃあ、爆破はどうなの？爆破属性も、もちろん強いぜ。特に、モンスターの状態異常耐性が低い戦闘序盤では、気持ちいいくらいに爆破ダメージが入るようになるぜ。フレーム回避ができる腕前さえあれば、爆破ダメージの発生回数が格段に増える。それも楽しそうだわ。状態異常確定蓄積があれば毒並みの速さで討伐ができるし、霞川の恩恵や構成などの必須スキルがない分、毒より装備やスキルの自由度が高くなるんだ。強い上に、好きに装備を組める楽しさもあるなんて、爆破も素敵だわ。じゃあ、睡眠はどうなの？睡眠も強力にはなるんだが、ちょっと微妙かもしれないぜ。あら、なんでよ。睡眠の運用方法は、眠らせてオータル爆弾で爆破する、通称睡眠爆破がメインになるんだが、その戦法が特に有効なキリンのようなモンスターが、残念ながらサンブレイクにはいない。睡眠爆破といえば、キリンだもんね。でも、睡眠爆破自体は強力なんじゃないの？人数がいたら、とんでもない数の爆弾を受けるじゃない。昔の、アドホック通信時代ならよかったんだが、ノラマルチではそれも難しいんだ。あ、意思疎通ができないのね。そういうことだ。モンスターを眠らせて爆破する、というチームプレイは、顔を突き合わせてプレイしていたからこそできた戦法というわけだぜ。睡眠爆破できたら気持ちよさそうだったのに。残念だわ。まあ、私やヨウムと遊んでいる時に試してみるんだな。そうね。でも、毒以外で運用する時のおすすめ装備がわからないわ。これも開発からのメッセージだと思うんだが、毒以外のおすすめ装備構成もあるぜ。頭と腰をゴルルな装備、腕と足を月光装備にする組み合わせだ。月光装備は、ナルガクルガ希少種の防具だぜ。同装備はお好みでいい。ナルガクルガ希少種防具とも相性がいいのね。この組み合わせにすると、状態異常確定蓄積レベル3と回避性能レベル5、さらに、状態異常確定蓄積と同じフレーム回避で発動する強力な攻撃スキルである、攻撃もレベル3で発動できてしまうんだ。麻痺や爆破を運用するならこの装備構成がおすすめだぜ。覚えておくわ。にしても、これはルナつながり？私もそれは思ったぜ。長くなってしまったから、ゴルルナ装備のおさらいをしていくぜ。助かるわ。まず、ゴルルナ装備の運用方法だが、攻撃スキルメインの頭、腰の組み合わせか、防御スキルメインの足、胴のセットに分かれる。腕だけは単体でもスキル、スロットともに優秀な万能タイプとなっているぜ。主な使い方は、どちらかの組み合わせを混ぜたキメラ装備になるだろうぜ。防御スキルは剣女盤石だっけ？そうだ。モンスターの怒り時に方向、風圧、振動を無効化または軽減してくれる。最大レベルだと、スキルの中では唯一無二の強方向無効までつき、防御力プラス30効果もつくぜ。ただ、このスキルはスロ1装飾品も追加されているから、防具を用意してまでつけるスキルではないかもな。スロ1装飾品スキルもいっぱいあるから、つけるかどうかはその人次第ね。とはいえ、つけて損のないスキルだぜ。そしてなんといっても、ゴルルナ装備の運用でメインスキルになるのは、頭、腰装備についている、状態異常確定蓄積だろう。普通はだいたい3分の1で発動する状態異常蓄積が、確定で出るようになるのよね。防弾の状態異常弾や弓の状態異常瓶はもともと確定だから、そこだけ注意だぜ。発動条件はフレーム回避で効果時間も短いが、革命的な効果と言えるだろう。回避性能をつけることで、発動の難易度を下げることもできる。私にとってはありがたいわ。
次に、状態異常確定蓄積をソロで運用する場合、おすすめの状態異常の順番は、毒、爆破、麻痺、睡眠となる。毒が一番なのは分かってたけど、爆破が意外と上に来たわね。爆破回数が目に見えて増えるからな。爆破属性の武器は、もともと武器性能が高めになっているというのも強さの理由だ。意外と、毒と爆破って均衡してるのね。じゃあ、マルチだとどうなの？マルチだと、麻痺、毒と爆破、睡眠の順番でおすすめとなるぜ。ソロなら毒でダメージを稼げるし、マルチで麻痺させればみんなで攻撃できるもんね。睡眠が使いにくいのだけは残念だわ。確かにな。ちなみに毒で運用する場合、おすすめの装備構成は、頭と腰をゴルルナ装備、腕と足をナズチ装備にすることだ。銅はお任せだが、エスピナス装備をつけると構成もカバーできるぜ。麻痺とか爆破だと、ナルガクルガ希少種の防具もおすすめなんだっけ？腕と足を月光装備にする構成だな。この場合、毒を強くするスキルの代わりに、状態異常確定蓄積と同じ、フレーム回避で発動する攻撃がついてくるぜ。回避性能もレベル5になるから、さらにスキル発動が簡単になる。麻痺の場合は、スタンが取れる武器種だとさらに動きを止められるようになるぜ。スタンと麻痺で、一方的に攻撃できるのよね。毒もいいけど、私は麻痺とスタン狙いでいこうかしら。さて、ゴルルナ装備の解説とスキル紹介、おすすめ運用法の話は以上だぜ。剣魚盤石も、かゆいところに手が届くような効果だし、状態異常確定蓄積なんかは、もはやぶっ壊れレベルのスキルだってことがわかったわ。特に状態異常確定蓄積は、どの状態異常にもプラスに作用する、状態異常使いにとっての救世主のようなスキルだからな。そこまで言われちゃうと、どの状態異常で使おうか悩んじゃうわね。最終的には使う人の自由だから、霊夢の好きなように使えばいいと思うぞ。それより、まず霊夢はリオレイや希少種を出現させないとな。あ、そうだった。ゴルルナ装備を使ってみたくなった人は高評価を。サンブレイクのスキルや登場モンスターの解説もしているから、チャンネル登録よろしくね。他に、ゴルルナ装備を組み合わせたおすすめ装備構成があったら教えてほしいぜ。ご視聴、ありがとうございました。いつもコメント、高評価ありがとうな。これからも、モンハンに関する動画を投稿していくので、よかったら他の動画も見ていってね。